バンテンは、哺乳子偶帝目牛ウ牛属に分類される、偶帝類。別名ジャワヤ牛。インドネシア、カンボジア、タイ王国、マレーシア、ミャンマー。インド、バングラデシュ、ブルネー、マレーシアでは絶滅。オーストラリアに移入。東道町180から225センチメートル。おな65から70センチメートル。肩高130から170センチメートル。 体重400から900キログラム。電部に白い半紋が入り、獅子の下部も白い。頭部には髪型外側へ向かった後、先端が後方内側へ向かう細い角が生える。オスは暗赤つ色の体毛で覆われ、メスや幼獣は褐色の体毛で覆われる。明けた乾燥落葉樹林に生息するが、ジャワ島やボルネオ島では主に虹林に生息し、 発出林で見られることもある。夜行性だが人間による影響もあるとされ、第二次世界大戦以前には主に白明白母地に活動していたという報告例もある。成熟したオス1頭とメス複数頭からなる2から40頭の群れを形成し生活する。メスと群れを形成できなかったオスは、単独もしくはオスのみで小規模な群れを形成して生活する。双本や木の葉などを食べる。 繁殖様式は体制。妊娠期間は約285日。1回に1から2頭の幼獣を生む。授乳期間は9ヶ月。生後2年で生成熟する。寿命は20から25年。食用とされたり、薬用になると信じられていることもある。バリ島などでは家畜化されている。森林伐採や木材採取、農地開発やプランテーションへの転換。 道路建設、工業などによる生息地の破壊、食用や薬用、ハンティングトロフィー目的の狩猟、家畜からの感染症の伝播や交雑による遺伝子汚染などにより生息数は減少している。ありがとうございます。